石川のりは、日本の実業家。バンダイナムコホールディングス代表取締役社長、代表取締役会長を務めた。山口県出身。大阪府立富久高等学校、関西大学文学部ドイツ文学科卒業。砂利の運送会社を営む家庭に生まれ、へそのが首に巻きつく危険な状態から助産師に叩かれやっと産声を上げた、めでたさから祖父により、 ノリオと名付けられる。年少期から中学時代までは岩国市で育ち、広島市の楽楽園遊園地でゲーム機に親しんだ。小学3年頃に採掘市場の低迷から家業が苦境に陥り高校時代には家業を廃業し、両親は大阪へ転居し、岩国の親戚宅で1年間過ごした後高校2年時に大阪へ移る。大学では実家の生活区から、 ボーナスをもらえる職業に就きたいとの思いで教師を志望し、教育実習に出るも、他人不足から教師を諦めることになった。教師を断念した後、就職情報誌に掲載されていた遊びをクリエイトするの、キャッチコピーに惹かれ大学卒業後1978年にナムコに入社。入社後2年間は営業部に配属され、東京都内でセールスマンを行い、 1981年に事業界移動しロボットの開発やプロモーションを担当。1986年にアーケードゲームを担当する開発2部でゲーム開発に携わり、カーニバルを皮切りにスイートランドや1989年に企画、開発したワニワニパニックが大ヒットし、ロングセラー商品となり1991年には部長となる。2002年には 社内カンパニー制以降に伴いアーケード筐体を担当する AM ムカンパニーの代表につき2004年にはエグゼクティブプロデューサーとして担当したアイドルマスターシリーズが大ヒットを記録ドラゴンクロニクルや太鼓の達人のヒットと合わせアーケード部門の業績を回復させたその後開発担当役員としてナムコとバンダイの経営統合を推進し2006年の統合により 誕生したゲーム事業部門会社であるバンダイナムコゲームス社長に就任。2010年にはバンダイナムコグループの再編計画において知的財産を活かした IP 軸戦略を業界でいち早く取り入れた。2015年6月22日に会長となり、2018年6月18日に顧問となり、2019年6月に退任。 会長在任中の2017年には、フランス政府、レジオンドヌール勲章シュバリエを受賞した。ありがとうございます。